船井電機株式会社、船井電機、船井エレクトリックCO、LTD は、主に AV、テレビ、ビデオなど機器を中心に製造、販売を行っている企業である。通称は、船井。社是は、より良い製品をより厚い信頼をより実りある、共存共栄を、コーポレートステートメントは、デジタル美術エンターテインメント。iBODOAハードディスクドライブコンソーシアム。現在のiBODOAコンソーシアムのゼネラルメンバー。2012年4月17日、現在。製造ラインを短期的に組み直しすることで、多様な家電製品を安価で大量生産することに、優れている。KAI PS= 船井プロダクションシステム。もっぱら、日本国外への輸出、及び他メーカーへの OEM 供給を行っている。日本市場では、三菱や東芝ブランドのほか、2001年から2017年にかけては、子会社であるデラックスアンテナの名義で、ダックスブロードテックブランドのテレビやレコーダーなどを製造していたデラックスアンテナは2017年にエレコムに売却。北米市場では、マグノバックス、フィリプス、エメルソン、コダック、サニョブランドのテレビやレコーダーなどを製造している。1980年代には自社の船井ブランドで日本国内のテレビ市場に参入。スーパーやディスカウントショップで売られている激安テレビの派遣を韓国の金星社やサムスン電子など争い知名度を上げた。2000年代以降にはブランド力を高める方針を取った2社とは対照的に船井電機は OEM などのほくろに徹する方針を取ったため、自社ブランドの知名度は下がったが、業績は拡大している。特に、北米市場における液晶テレビのシェアは、サムサンビツヨ LG に次ぐ4位、2016年度であり、日本企業の中では、最も高い。近年は、液晶テレビや BD、DVD レコーダー、3D 対応 BD プレイヤー、デジタルハイビジョンチューナーなどの製品をコンスタントに、市場へ投入している。かつては、アーケードゲーム用、テレビゲームの製造、販売も手掛けていた。船井ブランドの製品は、日本市場では2017年より、ヤマダ電機で独占的に展開されている。北米ではウォルマートを中心として展開し、ブランド認知度は高い。アジア、欧州市場や新興国市場にも販路を広げているが、北米市場の比率が 77% と極めて、高く、このうち6割はテレビである。日本国内向けに VHS ビデオデッキを製造、販売する最後のメーカーであったが、2016年7月をもって生産を終了した。なお、大阪市にある経営コンサルティング会社、船井総合研究所とは無関係。また、新潟精密、電気部品メーカーやプロピア等の親会社である、船井興産は、船井電機の創業者、船井哲郎の資産管理会社という点で人的なつながりはあるが、直接的なつながりはない。船井哲郎、1927年2017年が、1951年に、個人経営のミシンの卸問屋、船井ミシンを創業。当初は、ミシンの卸を行い、ほどなくミシンの自社生産、海外輸出を行うようになる。1959年に船井計器工業株式会社を設立し、トランジスタラジオの製造に乗り出す。1961年に船井計器工業のトランジスタラジオ製造部門を分離し、船井電機を設立。これが船井電機の創業である。会社設立当初より、もっぱら日本国外への輸出、及び他メーカーへの OEM 供給を行っていた。1980年代にはこれまで主力だったトランジスタラジオに代わる中核事業としてブラウン管テレビや生活家電の分野に進出。1980年代の急激な円高に伴い日本国内市場への自社ブランドでの参入を決定。船井のブランド名で販売を行った。船井ブランドの他にもフンプルやスウェードナルブランドも存在した。また、アスリートブランドで、小型液晶テレビ、ブラウン管テレビ、テレビデオを中心に展開。これらは、イオン系列の店舗の家電売り場に多く納入されていた。1987年にホームベーカリー、楽々パンダの製造、販売を開始し、松下電器、当時とともにこの分野での草分けとなり、ブームを引き起こし、消費者の認知度を高めた。しかしホームベーカリーは一時期のブームに終わり、日本国内ではブランド力が弱く、販売網も整備されなかった。1990年代には、ウォルマートとの取引を開始し、業績は急拡大。1999年には、ダイショー2部上場、2000年にはダイショー、東証1部上場を果たす。1990年代後半から2000年代前半にかけては、北米では特にテレビデオの販売で大成功し、60% を超える市場シェアを獲得していた。2001年には、アンテナメーカーであるデラックスアンテナを子会社化し、この強力な販売網で日本国内市場での製品販売を行うこととし、新たに国内専用ブランドデラックスブロデテック DX ブードテックを立ち上げた。ロゴは一見 T が R のように見えるが、ブロデテックである。デラックスブロデテックブランドの使用により一時的に日本から府内ブランドは消えた。2006年にヤマダ電機と業務提携し、7月5日にヤマダ電機での独占販売として液晶テレビを発表し、一時的に府内ブランドの日本再参入を果たした。しかしほどなく終了し、日本国内では再びデラックスアンテナ名義や他社の OEM に徹することになる。2008年にはフィリップスとブランドライセンス契約を結び、北米で液晶テレビなどにフィリップス、マグノバックスの2ブランドを使用できるようになった。また2013年にはフィリップスのオーディオ事業を買い取ることになった。しかし2014年、フィリップスは契約違反があったとして、府内電機を国際仲裁裁判所に訴えた。2016年にフィリップスと和解したが、府内電機は特別損失を計上するなどして2年続けて赤字となり、3年間に社長が3度変わるなど、経営の混乱があった。また、北米市場のシェアが低下するなど、経営の立て直しが急務となった。2017年、経営の立て直しのためにデラックスアンテナをエレコムに売却し、ヤマダ電機と業務提携し、府内ブランドで日本市場に再参入。1990年代は、アワーズ、府内という子会社を通して、海外映画作品、主に独立系の B 級、シアタースルー作品やエンターテインメント作品のビデオソフトの版権取得、販売も行われていた。その1995年に社名をクライムエンターテイメントと変更し、音楽作品レーベルも設立。2003年にヤマダ電機系列となり、2009年4月に株式会社ヤマダエコソリューションに社名変更された。この時点での音楽レーベル部門が株式会社クライムエンターテインメント販売委託元はユニバーサルミュージック。カタログには桃色クローバーなどの音楽 CD 等を盛り扱うとなった。自社の府内以外にも各社とブランドの使用権を得て山陽、マグノバックス、コダック、フィリップスなどのブランド名で製品を展開している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。